はい、はい、2番屈折反射。はい、音も光も空気から水、水から空気というように違うものの中を進もうとするとき、その境界のところで屈折や反射をします。これもね、光のところでは説明しましたけれども、実は音もね、屈折するんですよって覚えておいてください。